さんこんにちは、しげちゃんの歌唱に進行図のお時間です。今日は三山ひろしさん、どんこ坂、この曲をテストしてみたいと思います。まずはオリジナルキーで私がワンコーラス歌わさせていただきます。涙は見たくない、苦労も幸せも二人で分ければ歩いて行ける。こならし吹く日も吹雪の日でも、よいしょとこらしょでどんこ坂歩いて行きましょう。あなたと二人坂、でしょうね、三山ひろしさんね、なかなか、まあ、どんなような歌を歌っていただいても、さっきも実力がある方ですからね、いいですよね、味わいもあってね、とってもいい曲調だと思います。はい、今日はこのいい歌、どんこ坂をね、挨拶してまいりましょう。まあ、どんこ坂なんていう坂はあるかしらと思いますけど、まあ、これはこれでね、そういうところをよいしょと、ね、こらしょと、まあ、超えましたと、まあ、そんな坂のことを抽象的に言ってるんですよね。この歌い出しがとっても高いですからね、まずはこの歌い出しに気をつけていただいて、気持ちを引き締めてしっかりと、声を出して、ね、前向きにいきましょうね。とてもこの前サビといいましてね、歌い出しの高いのはちょっと、気を引き締めが大事ですね。やっぱり気構えをしっかりして、しっかりと歌い出しましょう。そして中盤からの、吹雪の日でもよいしょとこらしょ、今お話しましたよいしょとこらしょでどんこ坂とね、まあ、心当たりが、要ですからね、この歌の要、一番いいところですから、まあ、とてもこうしっかり歌唱して、気持ちを前にね押し出していくような感じでね、ぐっと、強調してみるといいですね。そうするとこの歌がとっても引き立ってきますからね、ぜひ皆さんそのあたりはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。はい、それではレッスンはオリジナルキーで行ってみますよ。あなたの涙は見たくない。はい、いいですね、最初からグッときますね。あしっかり伸ばして、まむっとこう持ち上げる、しゃくり上げる。なたの涙は、ゆったりと置きましょう。涙はすぐ身がきますよ、ですからもうあんまり引っ張らない。見たグイーンとね、下からグイッと上げましょう。たくない下から回しますよ。だからなあいいですよ、まあ、この下から回す節と上から回す節がね、たびたびお話してますけど、2通りありますのでね、この場合は下から回してますから、じゃあ下からはどうするんだということは、少し力を抜き加減ね、あーっとこう振るような感じでね、強く回すんじゃなくて軽く回してね、この、節についての説明はですね、しげちゃんの歌が上手になるための10箇条、これで検索していただきますとね、しげちゃんのこの歌唱講座ずっとたくさんありますので、もう何年か前ですから、今それを検索しても出てこないんですね、というのはもう古いから、もうその資料は、
なんて言いますか、記載されていないということになりますから、ですから、しげちゃんの歌が上手になるための10箇条、これで弾いていただきますとちゃんと出ますからね、そこら辺りで検索して、勉強してみてください。はい、それでは、次いきますよ。苦労も幸せもに入ります。もう一度最初から歌いますね。苦労も幸せも二人で分ければ歩いて行ける。はい、ここまで来ました。苦労も、これは上から回してますね、上から回してます。はい、そして二人で分けられたですね。幸せも二人で分ければ、これテンポ揃ってますからうまくね、テンポ乗りましょう。分ければのお尻上げて、歩いて歩いて歩いて行ける。はい、それではもう一度苦労のあたりからいきましょうかね。苦労も幸せも二人で分ければ歩いて行ける。困らしふく日も吹雪の日よいしょとこらしょでどんこざか。はい、先ほどお話しましたね、まあ、ここが一番いいところですよということですね。もう一度最初からいきますね。はい、どこまでいきましたっけ。歩いて行ける、ここまででしたね。歩いて歩いて行ける、こがらし、こがらしふ、しが間違えましたね今。こがらしふくひも、ふくひも、ふぶきのひ、盛り上がって、ひでも、それで先ほどお話ししました。よいしょとこらしょでどんこざか。よいしょのよとこらしょのことどんこざかのどと、ここちょっと粘り加減といいますかね、少しグッと引っ張り加減。よいしょとこらしょでどん、ね、ちょっと引っ張り加減でグイッグイッと強調していくような感じでいくといいですね。はい、それでは最後までいきますよ。では最後までいきます。あなたの涙は見たくない、苦労も幸せも二人で分ければ歩いて行ける、こがらしふく日も吹雪の日でも、よいしょとこらしょでどんこざか、行きましょう、あなたと二人坂。はい、最後まで行っちゃいましたね。もう一度歌っておきましょうかね。説明をした後で最後にもう一回歌っておきましょうか。
はい、どこまで行きましたか。よいしょですね。よいしょとこらしょでどんこ坂歩いて、きれいにしゃくってて行きましょう、行きましょう。最後はまたもう一回貼りますね。あなたと二人、あなたと二というあたりね、ここら辺が頂点ですね。結構きついですね。頑張っていきましょう。クッとしっかりと持ち上げてフッと入りましょう。あなたと二人、そしてあとは節ですね。ザーとしてカーとまとめていけばいいですね。はい、それではもう一度最初から歌っておきます。なかなか前向きに捉えていただくといいですね、この歌。あなたと涙は見たあくない苦労も幸せも二人で分ければ歩いて行ける。私福井も吹きのひれもよいしょとこらしょでどんこ坂歩いて行きましょう。あなたと二人坂今ちょっと詩を間違えましたね。あなたの涙はでしたね。ちょっと言い間違えましてすみませんでした。はい、楽しく理解していてください。はい、いい歌です。覚えましょう。